卵サンドイッチは卵を具材にしたサンドイッチの総称。具の卵が目玉焼き、スクランブルエッグ、スライスしたゆで卵、マヨネーズであえた卵サラダであるものなどの種類がある。特に4番目のケースでは卵サラダサンドイッチと呼ばれる場合がある。ごまベーグルに卵とベーコンとチーズを挟んだ卵焼きサンドイッチスライスした。 パンに卵焼きを挟むという基本的なものだけでなく、ベーコン、ソーセージ、チーズなどを加えたり、または、ハンバーガーのトッピングとしてのバリエーションもある。例えば、アメリカニュージャージー州で人気のある朝食向きのサンドイッチは、卵焼き、ポークロール、アメリカンチーズロールで構成されている。卵焼きサンドイッチにチーズ、ベーコン、アボカドを追加すると、サウザンエッグサンドイッチとなる。 少なくとも第一次世界大戦以来、イギリス軍で人気のある軽食、卵バンジョーは、二つの厚いパンの間に目玉焼きを挟んだサンドイッチである。卵バンジョーには可能であれば、バターかマーガリンを塗る。卵バンジョーの語源は、サンドイッチからこぼれた卵を払う行為とサンドイッチを片手で横に持つ様子が、目に見えないバンジョーを演奏するようであったからだ。 1905年のイギリスの料理本には、スライスした半熟卵を油、塩、胡椒でマリネしたものと刻んだクレソンを挟んだ、卵サンドイッチが記載されている。また、卵とチャツネのサンドイッチは、チャツネとみじん切りのゆで卵から作られている。ゆで卵を叩いて滑らかなペーストにし、アンチョビとマスタードで味付けした卵をクリームサンドイッチもある。一般的には、 ゆで卵をマヨネーズ、塩、黒胡椒と混ぜて、通常、卵スプレッド、卵マヨ、卵マヨネーズと呼ばれるものが、卵サンドイッチの典型的な具として使われる。英国、またはオーストラリアで使用されている、サンドイッチという用語は、2つのスライスされた食パンの間に、色々な具を挟んだものだけを指す。従って、ロールパン、ベーグル、 マフィンなどに挟んで提供されるものは、具が同じでも、サンドイッチではない。そのため、卵ロール、卵ベーグル、卵マフィンなどと呼ばれる。英語においてこれはサンドイッチだが、これはサンドイッチではない。卵サラダサンドイッチとフライドポテトアメリカでは、卵サンドイッチの具として、卵サラダを使用することが一般的である。第二次世界大戦中に、 肉の配給が一時停止されたため、セントルイスにあるホワイトキャッスルというレストランのマネージャーが卵焼きサンドイッチというファストフードを紹介した。しかし、この料理は人気がなく肉の配給が再開されるとすぐに捨てられてしまった。ファストフードレストランでは1971年にカリフォルニア州サンタバーバラにあるマクドナルドによって エッグマックマフィンが発明されるまで卵料理の提供が行われなかった。ありがとうございます。